来たぞパターンが。ようこそレビューラボへ。今のがこの映画の主人公の決め台詞だ。どっかで聞いたことあんなと思ったらあれだな、オールマイトだ。私が来たってやつね。そして俺はバッタモンだ。自分で言ってるなんだけど、違う名前連発するとわけわかんなくなるな。さて、インド映画にデビューしてきたぞ。実は RRR すら未だに見てなかったんだよ。一度見ようとしてアマゾンレンタルしたんだけど、その日眠すぎて虎を飼ってるあたりで落ちてしまった。だから今見てる。面白いなこの映画。ヒットする理由がよくわかった。そんでもって今回見てきたのはパターンという作品。愛国心の化け物みたいな兵士が国に裏切られてテロリストになった男と戦うって物語だ。めちゃくちゃわかりやすいよな。そしてすげえ面白いし楽しかった。時系列が前後するタイプの物語に加えて、慣れないキャラクター名もあってか、まあ、会話だけだと誰がどこのなんだっけってなる瞬間もあったけど、みんなキャラが濃すぎて終わる頃には強く脳裏に刻まれていた。物語の展開としてはなかなかに伏線を張り巡らせたスパイものを軸に、90年代の映画ばりのとんでもない超人兵士がド派手に暴れるぶっ飛びアクション。どのぐらい派手かというと、敵のジムという男、こいつはヘリに繋がれたワイヤーをこう引っ張る。いいか、キャプテンアメリカが必死で一機を引っ張ったのに対して、この男は両方から引っ張るんだ。化け物じゃねえか。そんな奴らが物をぶっ壊しながら戦うんだから楽しくないわけがない。前編通して何かしらの音楽がずっとかかってるんだけど、これもマジでかっこいい。重低音が響く。これは劇場に行ってよかったな。キメキメのスローモーションとか本来好きじゃないはずなのに、ここまでされたらもう OK。 なんか臭い演出だなとかじゃなくて、もう笑っちゃうけどかっこいい。それからインド映画といえば唐突なダンスみたいなイメージだったけど、そこまで唐突でもないんだな、まあ、ディズニーミュージカルぐらい。ただ途中から完全にミュージックビデオが始まった。ドエロい、あーじゃない、ドエライ美女が顔面ドアップで露出の多い服というか水着でセクシーダンス。チラシの説明に腰の動きがセクシーすぎるという非難が起きたとか書いてあるけど、マジか、そんなことある。めちゃめちゃ綺麗だったからな。ディーピカーパードコーンっていう人、言いたくなる名前。そして男性陣もすごいぞ。体がバッキバキ、腹斜筋のラインがギャン。めちゃくちゃでかいとかじゃないんだけど、いや、でかいはでかいんだけどね。脂肪を削り落とした肉体って感じがしてすげえかっこいい。あとやっぱね、肌の色が濃いと影がよく出る。ここもスローでたっぷり見せてくれるから、ベイウォッチみたいに。欠点としては、やっぱどこかで見たことあるような内容の詰め合わせだから、物語はあんまり記憶に残らない。高級食材をぐちゃぐちゃにするんじゃなくて、もう綺麗に陳列したって感じだ。よく言えばインド映画デビューにはちょうどいいかもしれん、俺みたいに。さて、普段だったらここであらすじを挟んでからネタバレありの感想に入っていくんだけど、本作は前後編で時系列が分かれてるから、こっからは内容に触れながら感想を話していこうと思う。要約するとあらすじを考えるのがめんどくさい。冒頭は緊迫した気がする3年前の場面から始まって、なかなかに小難しい内容かと思ったが、その数分後には現代の場面に切り替わり、捕まってるのに相手の意表をつくかっこよすぎるセリフでパターン登場。ド派手な歌とともに相手の連中をフルボッコにしていく。ここで再会したパターンとジムは過去に因縁があって、パターンのボスがそれを部下に語るって流れで回想が始まるんだ。その過去編を描いた第1部と現代に戻ってからの2部構成で物語が進んでいく。ミャンマーの任務で重傷を負ったパターンは、自分のように傷を負った者や退役した兵士を集めて特殊部隊ジョーカーを作る計画を立てていた。まあ何の略か忘れたけど、つまるところ愛国心の化け物みたいな人間を集めて最強チームを作ろうぜってやつだ。この辺で文化の違いを感じるな。死にかけてもまだ国に尽くすってやつが集まるんだから、共感はできないけど見てる分にはかっこいい。そして彼の魅力は時折ちょっと情けないところだ。拷問には耐えられるのに予想外の事態に弱くて、普通に相手に対してちょタイムとか言うからな。いいキャラだったよ。キャラクターで言うと国に見捨てられて妻子を失ったジムの方がよく見る設定だ。ザ・ロックとかね、あっちは部下を失った将軍だったけど。ジムが他と違うのは完全に悪に染まってるということ。大抵市民は殺さないとか何かしら流儀が残ってるけど、この男にはそれがない。頭のネジが外れるどころか頭ごと付け替わってるレベル。パキスタンの将軍と組んだ彼はテロ組織を率いてインドへ攻撃を始める。そんなジムと一緒にいるのがルバイという女。ありえんぐらいホートルセクシーだ。
その行動も敵か味方かわからないようなミステリアスさを持っている。まあ、峰不二子的なポジションだな。で、インド映画って長いから途中でインターバルが入るんだよ。日本ではそのまま連続だけどな。インターバルを挟んで現代に戻ってからは、脱出したパターンがチームと合流して新型ウイルス兵器を使おうとするジムを止めに行くって物語。バイクアクションとかもそうだけど、どことなくミッションインポッシブル2を思わせる要素が満載だった。それでも序盤に登場した何気ないシーンが重要な伏線だったり、ちゃんとスパイ映画っぽいところもある。何度も言おう、マジでかっこいい。インド映画はダンスのシンクロムービーでしか見たことなかったから、こんなにかっこいいとは思わなかった。特にオープニングが一番好き。あれで一気に映画の世界に引き込まれた。明るくて見やすい、素晴らしい。技術的にもろ CG みたいなシーンもあるけど、そもそも映像の癖が強すぎるおかげで、なんかそれも目立たない。これはあれだな、平成初期のウルトラマンがめちゃくちゃ CG 感あっても、なんかそれはそれでありってなるのと同じ感覚。スローシーンやらカメラワークやら結構日本のアニメっぽかった。滑らかな動きで笑っちゃうぐらいの身体能力。細かい動きというよりは重めの一撃って感じで、縦というより組手のお手本っぽい。ハリウッドとか香港とは違うアクションで新鮮だった。銃撃に関してはまあ映画らしく、こっちはバンバン当たって敵の弾はほとんど無能。さて最後にこの男について話しておこう。知ってる人からしたら何を今更と思うかもしれないが、俺は最近知ったんだよな。途中でパターンを助けに来て無双しまくった超強い男、タイガー。演じているのはサルマン・カーンというインドの国民的スター俳優。実は2012年公開のタイガー伝説のスパイという作品で同役を演じていて、そこからのゲスト出演って感じだな。それと合わせてジョーカーのルトラ大佐はウォーに登場していて、今後制作予定のタイガー3とウォー2を含めたスパイユニバースを展開予定らしい。どこもかしこもユニバース。まあでもこのぐらいのつながりはちょうどいいな。アイアンマン2のフューリーみたいに。さて今回は以上だ。ちょっと思ったんだが、こういう明るい映像にド派手なアクション、スローモーションと凝ったカメラワーク、むちゃくちゃな設定にスピーディーな展開、音楽をバンバンかける、マイケル・ベイ、いやなんかわかる、ベイ教も結構ツッコミどころ満載な映画作るじゃん。つまり俺はめっちゃ好き。インド映画もう何本か見てみよう。昔バーフバリが入ってきたあたりでインド映画はすごいって言ってた先輩、あの人ほんとすごかったんだな。 B 級映画のラバランチュラが好きで、アイカツは3週ぐらいしてて毎日ニュースも見てるとかいう知識欲の変態がいたんだよ。懐かしい。ではまた会おう。次はリクエストがあった白雪姫かガメラリバースか、まあ、どっちかの動画作ろうと思ってる。多分ガメラが先かな。白雪ちゃんよくわかんないんだよあの話。